はい、どうもオカリンです。本日オーシャンズハート PR 最終日ということで、今回はね、一つねボスっぽいところまで行けたらなということで、早速続けるでやっていきましょう。さあ今回ね、前回の続きでこのバラスコーっていう右下のところに行って、こちら海図売りの男と話す。でその海図を手に入れて羽衣島っていうところにね行く流れやと思います。それじゃあ行ってみよう。うん、右に続いてるね。オッケーオッケー。ほんでちょっとね、あのタウンマップみたいな、タウンマップちゃうわ、看板を見つけたいね。あ、でもこっちなんか逆行ってる気すんな。こっちじゃないのか。なんか俺の予想とは全然違うところ行くんやけど。湖調べる。コインを数枚入れる、飲んでみる、ツバを吐く。ほら、ペッ。って、なんじゃ。ほら、コイン入れたらどうなんだ、お前。3枚入れたぞ。おい、罰だけ与えてて、お前、なんぼ、ご褒美ないんかい。なんじゃ、そりゃ。となると、その下はいけへんから、もう一個ね、実は、右に行く道あるんですよ。この下側。これ右行けるから、あ、こっちっぽくね。おそらく正解はこっちだろう。なんか人いんねんけど、何これ。私は地質学者でね、このタイプの岩を1ヶ月研究してきたんだが、結論が出た。この岩を持つ亀裂、これは岩かも。え、これ岩の持つ亀裂、これは岩かも。岩が脆い証だそういうことか。はいはいはい、なるほどね。ってことは、あー、これまだ壊せへんのか。なんかいるっぽいな。でもなんか右とか、うぅー、危ね。やべ、回復アイテムがなくなってきた。あれ、あ、でも右続いてるか。いやー、でもなんかバラスコー行けなさそうやな。これ行けんのか、こっから。なんかちゃうとこ来てる気すんねんけど、俺合ってんか。絶対ちゃうよなこれ。ああ、なんかいるわ、違うアイテムが。この上は、うわ、何これ、怖え。ああ、なんかうわー、なんかすごいのいる。これ倒せる。うわー、なんかでも防御すれば比較的まだ。うわっ、やべ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 、ちょっと待って、これ来ていいとこなんか。これ使う、石体の薬。これで防御力倍なってるから、なったとてやな。なったとて、いやー、マジか。いやー、でもこれ倒さないけへんぽいな。ちょっと今の装備じゃ厳しそうだ。一旦帰ろう。バラスコに行くなら後悔以外やからな。ほんでここでスイッチあんの、これ見逃してるわ俺。これで全部倒したらなんか進むんかな。よいしょ、これも開くわ。あ、この先になんかあんじゃね。うわ、俺見逃してたせいか。その可能性あるな。ほっほっ、やっべ、あーん、こいつ、あー、こいつ強い。あー待て、これどう倒そう。あ、弾ける、剣も弾けんのか。あ、これで倒すこれで倒すか。よしよしよし。あ、なんやこれ、やべべべべ、危ない、べべべ、あー、めっちゃ使ってもうたかな。ほ、でもなんかでっかい宝箱あんな。これ替えずやったりすんのかな。ブーメラン、あ、これでなんかいろいろいけるとこ増えた気すんな。あ、でも1個だけ見逃してる俺。ヤギノの左上にあれ、いけるんじゃね、まだ行ってないとこ。あの水色の点々。あっち方面行ってみよっか。もうそこ以外ないわ。せやからなんてとこや、北やな。あ、上が羽衣やみんな。なるほどね。
上に上方面行ったらよかったんや。これが楓イカダサービスだよ。オークヘイブンか羽衣に行きたいかね。オッケー、そういうことか。オッケーオッケー。え、違う違う。ちょ、足畑切ってきてしょ、おーちゃん。足畑切ってしもた。どうしよう。あかんわ、おーちゃん。帰ってこんなった。よいしょ。こうして、こうやな。これで羽衣まで行ってくれんのかな。ほら。ちゃんとブーメランとね、魔法も持ってるからね。ここは落石か。武器や防具を改良してから戻ってくればいい。なるほどね。さあ、ようやく新しいところです。この敵とかさ、盾吸い取るやつじゃん。で、俺盾持ってないからええわ。買った、お前なんぼの硬いね。うお、よいしょ、いた。防具欲しいな。もうちょっと防御力を上げたいような気がする。うわ、なにこれ、カタツムリのくせに早い。早つむりや。なんなんだあいつは。ドリームキャノン弾、秘密のアジト。なんかちゃう弾見つけてもうた。なんだお前は。ここは入れないぜ。あー、俺羽衣ってとこ行きたいんやけどな。これは持ち上げられない。あれ、右が羽衣なんじゃないんか。はい、ちょっとサブクエストをね、新しく受けて、ハイトンネルってやつ受けたんですけど、こっちでブーメラン手に入ったから、こっちでもワンチャンアイテムもらえるんちゃうかな思って。なんか酒場の近くにあるってことやから、これなんよ。一番の問題は巨大モンスターだ。ほう。あー、でもなんかここら辺あるんじゃね。これぜ、ここでなんかさ、そのパワーグローブみたいなさ、そういうのがもしかしたら手に入るかもしらんからね。よいしょ。まあ、巨大なモンスターとかどんなんやろうな。まだ今んとこ出会ったことないから、ちょっと楽しみでもある。お、宝箱はしっかり回収していこうか。あ、爆弾、これじゃね。これであの岩壊せんじゃん。あ、来た来た来た。ここでしか爆弾手に入らへんのかな。じゃあショップとかもね、俺行ってみてんけど、ショップにはね、回復アイテムが売ってるぐらいで、特になかったんすよ、爆弾とか。うわ、この爆弾でもしかしたらいけるかもしらんな。で、これが何なのか気になるのよな。その祠みたいなやつね。いた。おい。あ、この先やな。この下は？あ、これめっちゃ近いやん。こんな近かったんか。オッケー、じゃあここ開けて、ここボスかな。うわー、でっか。ちょっと待って、一旦回復だけしといて。ほっ、はい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 、よいしょ。こいつノックバックせえへん。代わりに俺がノックバックする。でも倒しやすいな。珊瑚鉱石、オッケーオッケー。これで武器強化できるから、それ強化しよっか。これがお宝やね。よし、はい、ここで。いやー、これ倍なんのでかいよ。よし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 。これで剣ダメージが2で防具レベル3やから、今まで2発で倒せるやつが1発になるんじゃない。はい、ちょっと今ね、新しいミッションをさっきの村で受けまして、こちら浅瀬の、こっちか、ブリケン島っていうところで、カニテ村のとこからブリケン島で宝を探してくれと頼まれたっていうミッションなんやけど、多分これは、うわー、何これ、めっちゃめっちゃいるんやけど。怖っ。この祠に入る方法これじゃね。ちゃう、もう一箇所あんのかな。あ、それぞれのとこにありそう。これ右下にもあるんじゃね。あるね。お、オッケーオッケー。これで俺、あかか、これで俺クリアしたらいいんかな。とりあえず入ってみよう。うわ、なんじゃこら。
どれが敵これお前か。一手強ほっ。しっかりと動きを見切って、あぶな、オッケー、はめ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 、いでででで、あー強っ。あ、なんかある、体力が1上がった、でかい。これはあ、なにこれ、潮の森、西ヤギの東ゼファー湾。ゼファー湾って何、新しいとこ来てもうたぞ。あ、潮の森からこれバラスコいけんじゃね。そういうこっちか。え、ということはよ、ということは、こっちが先か、バラスコ。なるほどね。オッケー、マップ探索してみるもんやな。オッケーオッケー、こっちから行けるぞ。なんとなくね、最初ちょっと進め方難しいけど、慣れてきたらね、進め方がだんだん分かってくるわ。困ったらとりあえずマップを散策しろと、そういうことやね。なんか本当に昔ながらのゲームやねこれ。なるほどね。何やあいつ、あ、海かこれ。滝登りしてんのか思った、こいつが。よし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 、これで白マンドレイクの根があるぞ。何それ、白マンド、うお、あ、な、鍵ある、鍵ある、よこせー、よこ、なんだお前、こいつか白マンドレイクの根って、お前のことやったんけ。鍵ありますけど、あの鍵ちょっと欲しいけど。あ、なにこれ、土管入れるやん、ほら。なんじゃこれは、まさかここから行くというのか。待て待て待て、これ切り替えて、うわ、なんだこれ、塗り壁みたいなやつおる、岩落としてくんねんけど。うわ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 、ちょっと待って、攻撃力高い、俺防御力上げてんのに。おい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 、オッケー。あー、これは違うな、あれ、俺出れる、これ、これを押せんのか。はいはいはい、はい、どこどこ、これ、あー、これ先んとこな、オッケーオッケー。この白マンドレイクの根を避けて、鍵だけ取ってさらばすると、そういうことさ。潮のトンネル、あー、でも南の潮のトンネルっぽいな。ほんでバラスこう行くみたいな、そういうことか。あれか、多分これが繋がってんねやろ。後悔じゃ無理って言ってたからね。ほい、ほらほらほら、これでどうだ、来たんじゃない、来てますね。よしよしよし、ようやく進めるぞ。あ、あかん、白マンドレイクや、あかん、よいしょ、オッケーオッケー。なんだこれ、蜂、やばいやばい、強い強い強い、なんじゃなんじゃなんじゃ、止まるな止まるな、なにこれ。とりあえずマップ的に右っぽいから右の方行ってみようか。東がバラスコー市場、オッケー、こっちや、来たんじゃないバラスコー、オッケー、意外と近かった。よしよしよし、ようやくよ。ちょっと、あ、なんか薬1個増えてる、いや増えてないか。とりあえずこれだけ買っといて、お金ないですやん。はあ、なんか爆発してんけど、なんすか、火薬ですか、危ないな、そんなもの置かないでくださいよ。ここでやるべきことが、マローっていうやつね。じゃあマローと話していたという海釣りの男か。お前ちゃうか、怪しいぞ。あー、お金がないですよ。海釣りの男とやら、どれだ、お前か、違う、リリーや。リリー、このとこおったんか、お前。マジかよ。怪しい。この酒場が怪しい。30クラムもすんの、高すぎやろ。この上か、あ、この上にもようさんおるやん。まさひ、あ、
絶対こいつや。ああすまないお嬢さん、考え事していて気がつかなかった。巨大なガレオン船が港にやってくるの見なかったかい？もうちょっとよくわかんないですけど。母、海賊評議会は海賊船長たちの集まりだ。争い事が起きないよう黒ひげがみんなをまとめるようにしているのさ。だけどここだけの話、黒ひげは強大な力を得ようとしているのかもしれない。ほー、あなたも彼らと関与しているの？母、もう言ったな。また考えすぎていたみたいだ。わ、お前はぐらかしやがって。いやでも、海図売りの男じゃないな。これは？あ、海図や。ここじゃね？ええ、少し前に男性が砂時計団のことを尋ねにここをやってきたと聞いたわ。ああ、マローのことだろう。バラス港に来た時に足を怪我していたんだが、僕を助けてくれたんだ。今すぐ見つけたいって様子だな。彼は調査していた海賊評議会の人物から僕を助けてくれたんだ。だが君には何の借りもない。バラス港は海賊の市場さ。ただでは情報は得れないさ。君に頼みがある。手下の大男がうちにやってきて海賊を大量に盗んでいったんだ。取り返したい。はあ、貯蔵庫のどこかにある。石造りの建物がそうだ。海賊評議会の船長たちは貯蔵庫に巨大な盗品を保管していたが、最近は何やら怪しいものを集めているようだ。僕の海賊は緑色の宝箱だ。はあ、なるほど。港を調べてみるといいかもしれないですって。これを貯蔵庫に運ばなきゃならないのか。中身が 何かもほとんど知らないっていうのにさ。あ、こん中入るんじゃない？そういうことや。なるほどね。オッケー。ではこれがあの海洋の剣だというのか。にわかには信じがたいな、ブルータス。これがそうだって部下は言ってますぜ。羽衣の遺跡から見つけたんだ。俺は知りませんが、この剣の持ち主がそう言ってましたぜ。旦那ではない。私のことは黒ひげと呼べ。ああ、ボスや。うわー、すげえ。海王の剣は海の祝福を受けており、どんな鎧も切り裂き、呪いも解いてしまう。ここは一つ私が試してみるとするかな。おお、こいつは偽物だ。だがいい知らせだ。本物の海王の剣は永遠に見つからない。オーシャンズハートを手に入れれば海王の剣は数少ない脅威の一つになり得るからな。ここに来てようやくタイトルが出てきましたね。私はオークヘイブンに用がある。とある泥棒一味が嵐の島の場所を示す海図を手に入れたと聞いた。ほんで確かこのどっかに海図があるんですよね。この扉の先も気になるけど、なんだこれ。あ、これで出てくんのか。なるほど。となるともうちょっと漁りたいな。わあ、これ何。あん、強引に行くぜ。これで多分右の底が開くんよね。ほんでお前倒す倒す。オッケー。これでも鍵ないな。この先が気になるんですけど、これどうしようか。これ爆弾とかでさ変わらんかな。変われ。あ、変わった。ナイス、爆弾持っててよかった。なんだ、うわ、ゴーレムいる、怖っ。あ、でも目見えてないから余裕や。お金か。なんやこれ。ああ、岩型モンスターが潜んでおり、あちこちに逃げ出した。剣の攻撃は効かない。マジか、爆弾も効かんのか。逃げるしかねえな。右は？なんじゃこれ。鍵、オッケーオッケーオッケー。この鍵であれ開くんじゃない？よいしょ、これでここが開いて、はいはいはい、来たよ来たよ。この下かな。うわ、なんやこれ。うわ、めちゃめちゃ豪華ですやん。で、緑色の箱に入った海図はどこだ？
危な。ほら扉がいくつか開いたようだ。オッケー、右の部屋やな。この大砲とかもさ持てるようになるんじゃね。ここは鍵がいって、一応スイッチ押して、これまた後で来るとこやね。んで左は入ってきたとこやから、こっち行ってみようか。危な。うわー、岩型モンスターや。これはあかんな。ひとまず逃げて。なんか切り替わったな。これさっき来た方がよかったっぽいね。ほんで下側はちゃうわ、こっちから来たから左か。あー、ここやな。はい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 、めっちゃいるやん。ねえ、めっちゃいるやん。うれうれうれ、よし。これ鍵じゃね。そうよな。でどっかに鍵やったから思い出せ。確か右上とかやったかな。こっちにあったような気が。オッケー、完璧。どうよ、まず左から行ってみよう。こっちは後やな。でこっちは、うわうわ、ちょっと待って、やばいやばい、ちょっと右来ちゃったけどいいんすか。爆弾や。これ復活すんの。あ、復活するわ。オッケーオッケーオッケー。ほんでこうして、はい、はいはい、オッケー。これは爆弾っぽいな。うん、こうや。はい、ドン。で鍵じゃないよな。そうよな。待てよ、これ閉じてよかったんか。この先よな。その先に行きたいんですけど、どう行こうかと。あ、でも帰れへん。やばい、あそこスイッチ押しちゃったから帰れへんねんけど。あ、でもこっち開いてるわ。なるほど。うわ、なんじゃ、すごい動きしよる。あかかか、満タン回復して、はい。赤めっちゃ黒手間、めっちゃ黒手間。はい。はい。はい。よし。これは？これ関係ないな。お！絶対これや！絶対これパワーグローブやって。だってここにあるもん、これ。オークのお守り。わ、オーク、お守りなんや。オッケー、そういうことね。ほんで、こうや。オッケー、これで羽衣といけるようになるわ。なるほど、面白くなってきたんちゃう？これ。いいね、いいね。んで、この下に行って、海図があるんじゃない？あれ、まだ鍵いる？これは持てへんのか。んで、これは？これも持てへんのか。あ、この先や。はいはいはい、こっちにも確かあったね。よいしょ。うわ、え、あ、これぶつけなあかんのか。そうやって倒すんか。なるほどね。さすがの意志でも鉄にはかなわないと。やべ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 。よいしょ。あかんない俺。あかんかん。挟まってる挟まってる。なんやこれ、めっちゃ硬いんやけど。あ、でかいやつだけでいいんや。オッケー。これがほんで鍵やな。オッケーオッケーオッケー。よいしょ。ほんで左行きます。宝箱か、あれ鍵か。ほんならあれ違うの。え、これ以上行けるとこあった？あ、この先も行ける。そういえばあったな、こんなとこ。マジで覚えてないわ。結構行けるとこあったわ。だから壊せんじゃん。ウェイ、おれ。で、押して、この下にもなんかない？これないか。ほんで、そのスイッチは？あ、弾が出てきた。これ入るんか？あ、ちゃうか。まあ、本来は砲丸当てろって感じかな？なにこれ？持っていけってこと？絶対持っていけってことや。うおー。やっぱりそういうことよね。よし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 。そしてこれ鍵やろ。オッケー。
さすがにもういいでしょう。もう行けるとこ全部なくなったはずよ。これで確実にジエンドよ。ん？ちょっと待てよ。この鍵どこで使うんやったっけ。あ、この先な。そうそう、覚えてた覚えてた。この先よ。また大砲か。あー、これは普通に持っていこうか。こうして、ほっ、オッケーオッケー、ほっ、あーしゃ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 、なんか分裂した。やっべ、まだめっちゃいるやん。めっちゃいるんですけど。待てよ、よいしょ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 、はい。でこれいるから持っていって、よし、どけ、あ、足食った、ほい、まだいりますやん、嘘でしょ、よいしょ、でなんかめっちゃ古文どもいるから、とりあえず倒すか、で手当たり次第投げて、いやもういいや、行こう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 、よいしょ、オッケー、ほんで。うわ、ボスやん。ここに来てボスか。ここで何しやがる。そんな笑い者だま、ははは。正義のヒーロー気取りか。だがやはりお前は笑い者だ。あの怪獣や嵐の姉妹はたどり着けなかったからな。いいえ、返してほしい理由は別にあるの。よっしゃ、ほなボス戦やな。うわ、すんごい、すっごい起動してるんやけど、こいつプロサッカー選手になれる。なんかハマってるハマってる、なんかハマってるハマってる。嘘でしょ、あり、そんな自分で蹴っ飛ばしといて足くじいてるやん。もう終わったで。まさか想定外の方法で倒してしまうとは。よしよし、ハートロックになりましたよ。そしてカイズも見つけただろ。完璧やね。さあ、と言いますことで、オカリンの PR はここまでとさせていただきたいと思います。まあ、この後ね、海図を渡して、こちら羽衣島に行く。さっきのね、あの重たかった岩を取ってその先に行くっていうところからは、ぜひね、気になった方は皆さんスイッチのオンラインストアでこちら売ってますんで、そちらで購入してぜひプレイしてみてください。それまでの道中はね、この動画を参照にしてもらえればサクサクと進めることできるかと思います。と言いますことで、本日は最後まで PR 動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひ購入していただけると嬉しいです。それではお疲れ様でした。バイビー。